ベルリン会議。ベルリン会議は、ロト戦争の結果起こった国際紛争解決のために、ドイツの最小ビスマルクが1878年6月13日から7月13日に主催した国際会議。イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、ロシア、イタリア、オスマン帝国の7カ国が参加し、バルカン半島の新独立国の領域が決定された。 1856年にパリ条約締結による欧州各国の勢力均衡に基づいたバルカン半島の平和が1875年のきっかけに始まったロット戦争でその体制が崩れて国際紛争へ発展することをロシアを除く欧州国は危惧し朝廷に動くことになった。ロシアと秘密協定の締結していた オーストリア・ハンガリーの外相アンドラーシジュラは、朝廷案を提示したり、イスタンブールで国際会議を開いたりしたが、いずれも不調に終わった。1878年に、ロト戦争の講和条約であるサンステファノ条約が締結され、ロシアの支援を受けた、セルビア、モンテネグロ、ルーマニアの3公国の独立と、ロシアの影響を強く受けた。 自治国である大ブルガリア公国の成立が定められ、ボスニア・ヘルツェゴビナは、ライヒスタット協定のままオーストリアの管理下に置かれていた。会議は、ロシアと秘密協定を締結する、オーストリア・ハンガリーの要請を受け、ドイツ最小のビスマルクが主催し、誠実な仲介者として振る舞った。サンステファの条約が、現実に履行されれば、ロシアの勢力権が大きく、 南に広がりエーゲ海にまで達することになるため、イギリスはこの条約に強く反対し、オーストリア・ハンガリーも表面上は反対を装った。参考国が独立を宣言し、イスタンブールの近郊にまでロシア軍が進出している現状が存在する以上、戦前の秩序であるパリ条約の体制に戻すことはもはや現実的ではないという状況を演出し、偽装された、ロー。 王の対立に最も中立的な立場を取り得る列強として双方と三定同盟を結んでいたドイツがベルリンにおいて双方の利害を調整するための国際会議を開くことになった。1ヶ月にわたる会議の結果ベルリン条約が結ばれた。サンステファノ条約は大幅に修正されたが、ロト戦争以前に自治公国化していたセルビア公国、モンテネグロ公国、 ルーマニア公国の3公国の正式な独立は承認された。大ブルガリア公国は事実上3つに分割され、マケドニア、東ルメリジ治州、ブルガリア公国、領土縮小によって地中海への出口を失ったが、自治国として事実上独立することが承認された。ただし、ベルリン条約ではロトカンの最終的な合意には至らず、 賠償金の金額などは1879年のイスタンブール平和条約で決定した。また、キプロス島に関しては、エイド2国間の条約を別途に締結し、イギリスは同島をオスマン帝国から創着することになった。これは、ロシアからの攻撃があった際にはイギリスがオスマン帝国を援することを約束したことに対する見返りであった。イギリスはこれにより、 東地中海における拠点を確保し、エジプトへの海上ルートをより強固なものとした。19世紀前半のギリシャ独立に続いて、バルカン諸国がほぼ独立を果たし、東ローマ帝国滅亡以降のオスマン帝国による、東ヨーロッパ支配が終焉した重大なポイントであったが、各国それぞれの思惑が絡み合った会議結果となった。以下は、正式参加国ではなく、 代表団の出席のみを認められたギリシアは、自国の利害に直接関係する案件、オスマン帝国との国境改定に関する問題等にのみ発言を許された。モンテネグロも代表団を発見。独立国ではないルーマニア、セルビア、モンテネグロは会議での発言を許されず、文書による意見の申し入れのみが許された。ロシアはこれ以降、 サンステファノ条約修正を不服都市三帝同盟を脱退した。ドイツのビスマルクは誠実な仲介人を自称し中立を宣言していたが、ベルリン条約でロシアが得た利益を認めたものの、ロシア南下政策を否定するイギリスを終始支持した。ドイツは1882年に三国同盟を結成してフランスを孤立化させ、1885年に 日本にメッケルを派遣してロシアの東アジア進出を牽制し狙い通り日露戦争でロシアの進出を阻むことに成功した。セルビアはサンステファノ条約で得た領土が維持されることを期待していたが頼みの綱であるロシアは会議の間セルビアに対し冷淡な態度を取り続けた。このため会議後セルビアはオーストリア・ハンガリーに接近していった。また テッサリアの貴族をめぐるギリシャトルコ間の国境紛争については解決が図られなかった。1881年にテッサリアとイピロス南部の一部がギリシャ領となった。1890年にビスマルクが引退してベルリン条約の秩序が再び崩れるとロシアは不仏戦争以降孤立化していたフランスに接近して1894年にロフツ同盟を結び、 対独法移毛の結成を模索した。また、バルカン半島における南下政策を諦めて、東アジア進出を目論むようになった。ところがドイツは外交方針を変更して、東アジアでロシアフランスと手を組み三国干渉、1895年を行った結果、日英同盟、1902年が結ばれたのを皮切りに、欧州でも英仏協商1904年、 英路協商、1907年が結ばれ、体独法、方モー三国協商が形成されるのを許した。ギリシャ・トルコ間ではその後も競争が続き、起土戦争につながっていく。自民族居住地域の併合を目指すバルカン諸国は、マケドニアにおける権利を主張し、その後のバルカン戦争などで領土の拡大を目指していくこととなった。 セルビアとオーストリア・ハンガリーの関係は1908年のボスニア・ヘルツェゴビの併合で悪化した。さらに1912年にハンオスマン同盟のバルカン同盟が結成され、1913年のバルカン戦争で勝利したことによって、セルビアのナショナリズムが高揚すると、セルビアとオーストリア・ハンガリーの関係は第一次世界大戦の同化戦へと変貌した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。